新居浜マスジドは愛媛県新居浜市にあるマスジドである。新居浜市の中心部を走る県道13号線沿いに立地し、周囲には市役所などの観光所が立ち並ぶ。建物は鉄筋2階建てであり、屋上には大ドーム1個、小ドーム2個を有す。このうち2階とベランダ部分がマスジドとして利用される。松山イスラーム文化センターとは異なり、 土地建物をマスジドが所有する。一度に約60名ほどの礼拝が可能である。礼拝メンバーは新居浜市に居住する日本人や新居浜工業高等専門学校のマレーシア人留学生、インドネシア人労働者と家族などで構成される。浜中明とインドネシア人のトリアントがイマームを務める。浜中はシンガポールにおいて入信し、 ムスリムが多数を占めるマレーシア・エジプト・リビアにも滞在した経験がある。また1997年5月21日からウェブサイト・イスラムのホームページを主催している。1989年11月、初代イマームである浜中明が新浜市線、宮町一丁目の自宅敷地内に8畳のムサラーを建設する。2003年9月1日、 同市一宮町二丁目に新浜マスジドが新築落成し、無産ラーは廃止される。2004年8月7日、マスジドの屋上にドームが配置され現在の形となる。ありがとうございます。